2011年の E3 における、光栄テクモゲームスのブース、忍者外伝さんは、光栄テクモゲームスより2012年3月22日に発売されたアクションゲーム。機種は、PlayStation 3と Xbox 360。本項では、バージョンアップ版、忍者ガイデン3レーザーズエッジについても解説する。以下、区別が必要な場合は、忍者ガイデン3を3、忍者ガイデン3レーザーズエッジを RE と表記する。ある日ロンドンで、謎の集団が武装蜂起、政府高官を人質に取り、竜ハヤブサを呼べという要求を発表する。竜は、政府高官を人質に取った、組織のリーダー、仮面の同志を倒したかに見えたが、その際右腕に、殺戮の狂手という呪いをかけられる。その呪いは、竜に殺された人々の怨念が彼の右腕を腐らせ、ついには全身を腐らせて死に至るというものだった。さらに、仮面の同志は、全世界に宣戦布告。世界が終わるか、自身が死ぬのが先か。竜は呪いを解く方法を探りつつ、仮面の同志との戦いに身を投じる。断骨と同様。回復アイテムが削除された今作の忍法は、戦闘中の体力回復手段でもある。RE では、新しい回復スキル、瞑想を追加されたが、乱戦には向かない。今作では、シングルプレイヤーモードの他にもマルチプレイヤーモードがある。サンストーリーモードでは、Day4 の仮想空間とDay5 のみ登場。ハヤブサ一族を敵視する忍者集団だが、幻心の死後は、勢力が衰えつつある。RE では出番が増えた気候忍者は、竜編でも登場。3のバージョンアップ版。Wii U 版は Wii U 本体と同時発売のロンチタイトルで、海外では、任天堂が販売を担当した。タイトルのレーザーズエッジは、カミソリの刃の意。2021年6月10日に発売された HD リマスター版コレクション作品、忍者ガイデン。マスターコレクションでは、忍者ガイデン3レーザーズエッジは、その収録作一つである。ありがとうございます。